はい、それでは、定刻となりましたので、ただいまより電力ガス取引監視等委員会、第47回の制度設計専門会合を開催いたします。委員および、オブザーバーの皆様、本日もご多忙のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の会合は、新型コロナウイルス感染症の感染機会を減らすための取り組みを講じることが求められているという状況に鑑みまして、オンラインでの開催とし、傍聴者、随行者を受け付けないということとさせていただいております。なお議事の模様はインターネットで同時中継を行っております。では議事に入ります。以降の議事進行は稲垣理事長にお願いをいたします。はい、それでは皆さんこんにちは。本日議題は議事次第に記載した3つでございます。まず議題1について事務局から説明をお願いいたします。はい、それではこちら資料3の方をご覧いただけますでしょうか。需給調整市場の監視及び価格規律のあり方についてということでございます。こちら2ページご覧いただきますと、2021年度から調整力を調達運用するための需給調整市場が開始をされまして、調整力のキロワットアワー価格及びキロワット価格について原則自由ということで良いかと整理必要があるというところでございます。今回は前回の議論等を踏まえまして、需給調整市場における監視価格規律等のあり方について引き続きご議論いただきたいと思います。はい、では3ページでございますが、こちらの今後の調整力の調達運用制度の変更の見通しですけれども、本年度までは原則各エリアごと調整力を調達運用しているということで、この3ページの下図でいうと、一番左側の白いこの枠囲いの電源ということになっております。で、調整力の調達につきましては2021年度から3次調整力マリンの広域調達が開始をされまして、その後順次広域調達の対象を拡大される予定ということで、この図でいきますと、この橙色の部分というのが順次拡大をしていくというところになってございます。調整力の運用につきましては、2021年度から実需給の前に予測されたインバランスに対して旧エリアの広域メリットオーダーに基づく調整力の広域運用が開始をされるということで、この3ページの図でいきますと、緑の枠囲いで該当する部分が該当するということになっております。次4ページでございますが、こちら現行の調整力の調達運用の仕組みですけれども、現行の調整力の調達の運用は各エリアごとに以下の仕組みということで、電源1に関してましては、こちらはいわゆる予約電源ということで、一般送配電事業者が調整力専用として常時確保する電源になっておりまして、他方で紫色の電源2については余力活用電源ということで、小売電源のゲートクローズ後の余力を活用する電源ということになってございます。で、5ページでございますが、現在は各一般送配電事業者のエリアごとに調整力の公募が行われていますが、どのエリアにおいてもそのエリアの旧1年の発電小売部門が調整力の大半を保有しているため、供給総力はほぼ独占となっているということでございまして、電源1、電源2についても同様ということになってございます。6ページ、こちら調整力の運用市場、キロワットアワー市場における使用支配力の行使を防止するための方策ということでございまして、こちら前述の通りですね、現状の調整力の運用というのはエリアごとなされているところ、どのエリアでも調整力の大半はそのエリアの旧1年の発電小売部門によって提供されていますため、事業者間の競争は限定的となっています。こうした状況下におきまして、旧1年の発電小売部門は自主的な取り組みとして限界費用プラス一定額で各電源のキロワットアワー価格を登録をしております。7ページでございます。で、8ページでございますけれども、こちら2021年度から本格的に運用が開始される広域需給調整システムでは、旧エリア合計の15分間のインバランス量をその量に見合う分だけ旧エリアの調整力を価格キロワットアワー価格の安い順に稼働させるということになっておりまして、予測から外れたインバランス量への対応及び15分内の時間内変動は各エリアごとに対応するということになってございます。
9ページでございますが、2021年度からですね、本格的に運用を開始される、広域需給調整システムは、連携線に空きがある状況においては、9エリアから登録された調整力をキロワットアワー価格の安い順に稼働させることになっております。すなわちこうした場合には、旧1電、旧社を中心に、調整力キロワットアワー価格による競争が発生するようになるということでございます。ただし、競争が限定的となる場合というのも一部のケースで引き続き発生をするということでして、1のように連携線に空きがない場合であったり、広域需給と調整システムに登録されなかった調整力についてはエリアごとの運用ということになっております。このように一部のケースではですね、2021年度以降も調整力キロワットアワー市場において競争が限定的となる場合が発生するところを、こうした場合における使用者威力の行使を防止するため、キロワットアワーの価格登録に何らかの措置を講ずることが必要ではないかということでございます。またこちら重要な論点ということになろうかと思いますけれども、調整力キロワットアワー市場には余力活用電源と予約電源の両方が参加することになりますが、予約電源についてはキロワットデルタキロワット市場でも収入が得られることを踏まえ、競争の状況にかかわらずキロワットアワー価格登録に何らかの措置を講じるべきかということでございまして、10ページに、詳細より詳細について記載をしております。調整力キロワットアワー市場にはデルタキロワット市場で落札された予約電源と予約活用の2種類が参加していますが、このうち予約電源については事前に市場を通じて調達契約されデルタキロワットの収入を得ていることから、そのキロワット価格についてはそのエリアのコマ競争状況にかかわらず限界費用または市場価格以下というルールを導入することもあり得るか、他方で競争が十分な場合には予約電源についてもキロワットアワー価格は原則自由とする方が、デルタキロワットキロワットアワー価格の双方が最適化するという考え方はないかということで、11ページでございますが、予約電源の調整力キロワットアワー価格登録に関する前回のご意見ということになっております。この中で一つの整理としては、予約電源のデルタキロワットアワー支払いについては機械費用込みの限界費用、つまり使用価格と自分の限界費用の高い方としてプラス一定額の上乗せというのは原則として認めない制度でも自然ではないということでご意見いただいてまして、また予約電源についてはですね、そのキャパシティや稼働を一層にこう預けてしまっているものなので、競争的かどうかに関係なくですね、そもそもそういうような商品設計のものとして常にデルタキロワットについては固定費、キロワットアワーについては機械費用込みの限界費用として限界費用もしくは卸市場価格の高い方とするという考えもあるのではないかといったご意見が前回いただいているところでございます。で12ページでございますが、こちら連携線の分断状況と市場の集中ということでして、現状の時間前市場終了後の連携線混雑による市場分断の発生確率ということに関してはこの12ページの図のようになってまして、中区より西のエリアにおきましては少なくとも6エリアでの広域運用の可能性が高い一方でですね、北海道エリアでは約 50% の確率で単独運用、東北東京エリアでは約 30% の確率で2エリアのみでの運用となっており、市場の集中度も高くなることが想定をされるということでございます。続きまして13ページですが、諸外国においても競争が限定的な場合において使用支配力の行使を防止するため何らかの措置を講じている国が多いということでして、例えば13ページの真ん中にあるように事前的な措置として送配電事業者がですね、コマごとエリアごとに使用支配力を有すると考えられる事業者を特定をしまして、それらの社についてはキロワットアワー価格の登録に上限を設けるといったことであったり、事後的な措置としましては市場の信頼を失わせる恐れのある事象があった場合には、規制機関がキロワットアワー価格を参照価格に変更するなどの措置を講じるということであったり、あらかじめ一定のルールに基づいてキロワットアワー価格を設定した場合には問題となる行為に当たらないことを明確化するなどの措置が捉えている例がございます。14ページでございますが、従いまして例えば以下のような方策が考えられるのではないかということで、その1として大きな使用支配力を有する事業者が存在する場合、例えば沖縄エリアや分断された北海
海道エリアなどといったところなどが考えられるわけですが、まあ、一定の基準に当てはまる大きな使用者量を有する事業者については、キロワットアワー価格の登録に一定の規律を設けてはどうか、事前的措置として設けてはどうかということで、2番目として大きな使用者量を有する事業者が存在しない場合、旧エリアで広域運用される場合などが例えば考えられるところでございますが、すべての社についてキロワットアワー価格の登録は原則自由としつつ、市場の状況を監視をし問題となる行為があれば事後的に是正をするといった対応が適当ではないかといったところが、事後的監視としてどうかということでございます。15ページですけれども、こちら事前的措置の内容として、その具体的内容をどのようにすべきかというところでございますが、例えば事前的措置の対象として諸外国では以下のような基準を定めているということで、そのコマにおいてピボタル、需要を満たすために不可欠な供給者であるといったような基準であったり、上位3社を合わせるとピボタルとなるコマにおいてその3社である、3社に含まれているというようなことであったり、もしくは HHI 指数が2000以上であるエリアコマにおいてシェア 5% 以上の事業者であるといったような基準が、大きな使用者量を有する事業者の基準として諸外国では用いられていたりします。で、それに合致する事業者のキロワットアワー価格にかかる切り続けということについては、諸外国においては限界費用プラス一定額以下とすることであったり、過去の一定期間内で市場分断がなく競争的だった時間帯における当該ユニットの登録額の平均以下といったような基準が用いられているところもございます。で、16ページですけれども、大きな使用者力を有する事業者が存在しない場合は、すべての社についてキロワットアワー価格の登録は原則自由としつつ、使用の状況を監視し問題となる行為があれば事後的に是正するという対応が適当ではないかということでして、卸電力市場における問題となる行為については現行の適正取引ガイドラインにおいて以下のように整理をされておりまして、調整力キロワットアワー市場についても同様の内容を続けていくべきではないかということでございます。で、17ページはこちら参照条文ということになっておりまして、18ページですけれども、キロワットアワー市場の自己監視における問題となる行為と、問題となる行為に当たらない扱いということですけど、前回整理をした通り、調整力キロワットアワー市場においてプライステーカーには限界費用または市場価格プラス一定額の入札が合理的な行動となることから、使用者力を有する社についてもこの水準でキロワットアワー価格の登録を行っている場合には問題となる行為にはならないと考えられるのではないかと。で、この一定額につきましては未回収の固定費を回収するための水準以下である場合には問題となる行為には当たらないと判断して良いのではないかということでございまして、で、一定額についてはその電源が他の市場調整力のデルタキロワット市場だったらいろいろ市場から固定費を回収しているかどうかを考慮する必要があるのではないかというところでございます。また調整力として一部の事業者がマージンをキロワットアワー価格に上乗せをしていますが、まあ、一定のマージンを乗せることというのは許容されるべきなのかどうなのかといったところもあろうかと思います。で、19ページにつきましては、今後こういった内容に関してより検討を深めていくというところでございまして、で、まあ、ただいまキロワットアワーのところでご説明をさせていただきました通り、論点としては、まあ、いくつかこうあると思っておりまして、まあ、一つは予約電源と余力活用電源の別ということで、予約電源についてはそのキャパシティや稼働を一層に預けてしまっているということから、そういう商品設計のものとして常にデルタキロワットに関しては固定費、キロワットアワーに関しては限界費用もしくは卸市場価格の高い方という形に、その余力活用電源とは別の性格のものとして考えるべきなのかどうなのか、で、もう一つ、論点といたしましては事前規律の対象にするものということで、仮に余力活用電源などについてですね、使用者力を持つ事業者には事前に価格規律を課すとすると、その対象事業者を決める基準は、まあ、HHI とかピボタルとか、まあ、どういうような基準とこうしていくのが良いかというような論点であったり、あとはですね、事後監視につきましては限界費用もしくは使用価格プラス固定費回収の範囲と
ということに、この前回から整理をさせていただいているわけですが、事前規律として価格規律を課す場合にはどのようなものとすることが適当かといったような、ただいま申し上げたような論点というのはこのキロワットアワーのところにはあるのではないのかなと考えているところでございます。でデルタキロワットの方に関してということでございますが、こちらについては調整力調達市場予約電源の、予約するための予約量ということでございますが、における使用支配力の行使を防止するための方策ということでございまして、22ページ目をご覧いただきますと、こちら前述の通り、調達勢力の調達というのは原則エリアごとに行われておりますので、各エリアとも当該エリアの旧1電の発電小売部門がほぼ独占的に調整力を提供しているということですので、その入札価格は各社の自主的な取り組みとしてコストプラスアルファにより設定をされてございます。で23ページでございますが、こちら2021年度以降の調整力デルタキロワット使用の状況ですけれども、2021年度以降ですね、三次調整力丸2から需給調整市場による広域調達が開始をされまして、旧1点を中心に一定の競争が期待をされるわけですけれども、以下のように競争が限定的となる場合も引き続き発生する見込みということで、当面2023年度まではエリアごとに調達される電源1の仕組みが継続をするということもありますし、三次調整力丸2からですね、順次広域調達は開始されますが、空き容量の小さい連携線については広域調達は限定的となる見込みということですので、こうした場合の使用支配力の行使を防止するため何らかの措置を講ずることが適当で必要ではないかということでございます。24ページですけれども、前述の通りですね、電源1の入札においては旧1電は固定費プラスアルファでの入札価格というのを自主的にこう設定をしておりますので、エリアごとに2021年以降もですね、エリアごとに調達される仕組みというのは継続するとされていることからですね、2021年度以降の電源1公募においても同様の自主的取り組みを継続するよう要請してはどうかといったことでございます。で25ページですけれども、2021年度以降ですね、三次調整力丸2から順次調整力の広域調達が開始をされますが、競争が限定的なエリアコマも多く発生すると予想されるところ、使用支配力行使の防止のための方策としてどう考えるかということで、こちらのキロワットアワーの時と、ほぼ同様でございますが、丸1として大きな使用支配力を有する事業者が存在する場合ということについては、一定の基準に当てはまる使用支配力を有する事業者についてはデルタキロワット価格の登録に一定の規律を設けてはどうかということでして、大きな使用支配力を有する事業者が存在しない場合、旧エリアで広域運用される場合などについては原則自由としつつ、問題となる行為があれば事後的に是正するといった対応が適当ではないかということでございます。で三次調整力2につきましても、こちら市場分断に関してはこの起きる状況というのが想定をされているところでございます。で27ページでございますけれども、こちらデルタキロワット使用の自己監視における問題というのは行為に当たらない扱いについてということですが、こちらの前回整理をした通り、調整力のデルタキロワット使用においてはプライステーカーにはですね、逸失利益等プラス一定額での入札が合理的な行動となることから、使用支配力を有する社についてもこの水準でデルタキロワットの入札を行っている場合には問題となる行為とはならないと考えられるということで、この一定額ということにつきましては、一定額がその電源の固定費回収のためのものであるとみなされる場合には問題となる行為には当たらないと考えられるのではないかというところでございます。従いまして、使用支配力防止のための方策としては、この事前規律ということ、もしくは事後監視ということにつきましても、このデルタキロワット価格というものが、この逸失利益プラス固定費回収のための合理的な額というものを下回っている場合には、この問題点の行為には該当しないといったようなことを明確化してはどうかということでございます。で28ページはこちらの前回資料にも記載をしていましたが、逸失利益ということでデルタキロワットの価格というものを考えてはどうかという参考資料ということでございます。
で29ページでございますが、こちらデルタキロワットについてもですね、引き続き本日の議論を踏まえまして次回以降より具体的な検討をさらにこう進めていくこととしたいということでございます。私からの議題資料3に関するご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今後、より具体的な検討を進める上で皆様からのご意見を賜りたいと思います。ただいまの説明について皆さんからご質問ご発言をいただきたいと思います。ご発言のある方はスカイプのチャットにご発言を希望される旨、簡単な言葉で結構ですからご記入をいただいてお届けくださいますようにお願いします。それではスカイプの記載をお待ちします。それでは野崎オブザーバーからご発言をお願いいたします。はい、ありがとうございます。3点ほどですね申し述べさせていただきたいと思います。まず1点目でございますけれども、14ページの市場支配力行使の防止策についてでございますが、事前的措置の対象として、沖縄エリアと分断された北海道エリアといった単独運用の事例が挙げられておりますけれども、広域運用とは申しましても、市場分断によってその内訳が2社ないし3社となる場合が実態として非常に多いというふうに見えます。この場合でもですね市場支配力が高い状態だと考えますので、事前的措置の対象とすべきではないでしょうかというふうに考えます。ぜひご検討をお願いいたします。続いて2点目でございますが、ページが前後して恐縮でございますけれども、10ページのデルタキロワット市場で落札された予約電源について、デルタキロワットの収入を得ていることから、そのキロワットアワー価格については競争状況にかかわらず限界費用以下というふうに記載しておりますけれども、その考え方に賛成をさせていただきます。ただですねこの点に関連いたしまして15ページの事前的措置の内容につきましては、限界費用プラス一定額以下という切り続けの例が挙げられております。けれども、デルタキロワットで落札した電源というのは繰り返しになりますけれども、すでにある一定の、一定程度の利益を得ているということから、キロワットアワー価格というのは、限界費用で登録すべきではないでしょうかというふうに考えます。10ページに記載させていただいている、予約電源と、余力活用電源の違いというところ、そういう考え方にのっとっていくとするならば、切り続けはデルタキロワットで落札した、いわゆるその予約電源と、余力活用電源とで別の整理が必要であるというふうに考えておりますので、ご検討をお願い申し上げます。それから、18ページの、キロワットアワー市場の事後監視についても、同様のことが言えまして、デルタキロワットで落札した電源はすでにある程度の利益を得ているということから、一定額は不要であるというふうに考えますし、デルタキロワットで落札した電源と余力活用電源で別の整理が必要だというふうに考えております。3点目、全体を通じて申し上げさせていただきたいんですけれども、市場分断が頻繁に想定される中で、キロワットアワー価格に一定額の解消を認めてしまうということになりますと、発電所の固定費低減インセンティブが働かないようにも見受けられますので、市場支配的な事業者が投資した固定費が安全に回収されるというような状況になってしまいますと、これは総括原価と変わらないようにも思えてしまいます。またスポット市場や時間前市場と比べまして、需給調整市場だけが飛び抜けて高くなるというようなことも懸念されると
というところもあると思いますので、その辺を考慮する必要がある。もともと需給調整市場は市場を通じてより効率的に調整力を調達することが目的だったというふうに理解しておりますので、こうした考え方も踏まえて監視ルールのご検討をよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは松村委員お願いいたします。はい、ありがとうございます。聞こえますか？聞こえます。どうぞ。はい、はい、すみません。今、野崎オブザーバーが言われたことをと同じ懸念というのを持っています。というよりも、もっと強い懸念を持っています。まず、そもそも論なんですが、スライド2のところで、主に旧一般電気事業者、旧社間で競争が生じるということになるところっていう、この認識を私は共有してません。共有して松村、スライド2というのは何ページでしょうか？2ページ目です。2ページ目です。ここです。2ページ、はい、ありがとうございました。すいません、お願いします。あ、いいですか？はい、はい、この最初のところにあるその競争がその生じるというのに関しては、はい、認識を共有していません。で、これは競争が生じる可能性があるし、競争について大いに期待できるっていうことはあるかもしれませんが、競争がその、なんていうのか、その連携性に仮に制約がなかったとして、9社がそのそれぞれの市場に応募できるっていうことになった結果として、本当に競争が起きるっていうことを保証はしないということをきちんと認識する必要があると思います。昔話を言うようで申し訳ないんですが、かつて震災前にその連携性の制約が相対的に薄かった時期とかも含めてですね、小売に関しては旧一般電気事業者、本来エリアをまたいで競争できたはずなのに、実際には1件しか競争が起きなかったっていう事態があったっていうことをよく思い出していただきたい。で、その時にももちろんこれはカルテルなんじゃないかっていうことを疑う声があったわけですが、もちろん証明することはできなかったわけなんですけれど、極めて不自然なことっていうのが起こってたわけですよね。で、それはその決して連携線の制約っていうのが非常に厳しいエリア間の競争が起きなかったっていうだけではなかったということで、今回だってですね、本当にその仮にその市場分断が起こっていなかったとしても、旧社間で競争が起きるのかということに関しては、起きる可能性は十分あるし、それをものすごく期待はしているけれど、同時に相当に心配しなければいけないことだというふうに思います。そんな大昔のことを言うなというふうに言われるかもしれませんが、その現実にこの時にそのろくでもないことを言って、その正当化していた。いう人たちが現にまだ役員あるいは相談役として残っているっていうような事実っていうのはきちんと考えて、本当に競争っていうのが起こるかどうかということは心配する必要があると思います。したがってですね、先ほど市場分断が起こって、2社あるいは3社しか供給できないということもあり得るということをおっしゃったんですが、私はその、その時にももちろん懸念はしていますが、本当に競争が起きるかどうかということは心配しなければいけないんじゃないかというふうに思います。したがって考え方としてはですね、競争が起こる可能性は十分あるので、その、競争が起こるということを確認してから、その今回整理されたような格好に移行していくというような発想、旧社で競争を期待できるようなそういう局面ではそちらに移行していくということは、競争を確認した後ということだってあり得るのではないかと思います。全般的にですね、競争が生じるということに関して、もう当然の前提としてしまっているのではないか、問題は連携性の制約だけじゃないかというふうに思われるとすれば、私はとても心配です。で、次に、スライド9のところですが、すでに前回も申し上げましたが、私は予約した電源っていうのと予約していない電源っていうのを分けるべきだというふうに思っています。で、これを分けるべきではないという意見が出てくるとすれば、ここで、懸念した、つまりその、そもそも監視っていうのが非常に難しくなるのではないかというようなこと、特にデルタキロワット市場の監視がとても難しくなるのではないかという点について、明確に、そのような懸念はないというようなこと、あるいはそのような問題っていうのは大したことではないということをそのきちんと説明していただきたい。で、実際ただでさえ
デルタキロワットアワーの市場、あ、ごめんなさい、デルタキロワットの市場というのは、これから監視がものすごく難しくなります。で、今現在ではっていうか、直近で起こってくるのは、三次調整力丸二というところで、まあ、相対的に問題は小さい、スポットが終わった後で出てくる市場なんで、相対的に問題は小さいかもしれないけれど、それ以外のものについては、これから年間調達から週間調達に変わっていくはずです。週間調達に変わっていくと、その固定費の回収いうのをどう見込むのかとかっていうようなことを監視するのがすごく難しくなるというようなことがあります。そのような難しくなるということは分かっているのにもかかわらず、今度その予約した電源に関しても、キロワットアワーの市場っていうので、そのある程度自由に行動ができるなどというようなことをしたとすれば、当然そこで得られる収益っていうのを見込んだ上で、デルタキロワットの入札が適正かどうかを見なければいけなくなります。本当にそんなこと可能なんですか？ということについては、きちんとした回答というのをぜひお願いします。から、先ほども申し上げた、基本的に競争に関して相当に懸念を持っているということから、北海道や沖縄以外のところでは原則自由でいいのではないかという発想については、私は相当に懸念を持っていて、競争が十分働くっていうことを確認した後で、例えば三次調整力丸二の市場っていうのは予想通りちゃんとコンペティティブなマーケットになっているっていうことを確認した後で、三次調整力丸二以降の市場に関して監視を考えるということがあってもいいのではないかと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは佐藤事務局長から発言があります。松原先生、よろしいでしょうか。聞こえますでしょうか。聞こえます。すみません、先生のご懸念よく分かりました。それで一つちょっとそこから疑問なんですけど、この需給調整市場が競争が生じるように、相当考えて市場設計をしたつもりですし、先生等にも認めていただいて、21年度から1年遅れて進めるということにもさせていただきましたけど、もしその需給調整市場で先生ご懸念のように十分な競争が生じないということになれば、むしろその市場を開いておくよりも、その今の公募的なやつをむしろ進めて、その費用を一つ一つ見た方が、むしろそちらの方が調達に関していいような感じもするんですが、もしその需給調整市場というのが競争的じゃなくても、市場としては監視を続けながら開いて、それでその需給調整市場の市場機能が出てくるように頑張った方がいいというふうにお考えですから、どうもちょっと無理やり市場を開くというよりも、その市場自体に問題があるというんだったら、その市場を開く意味がどこまであるのかというような感じもしまして、先生に質問させていただいてます。それでは松村先生、松村委員お願いいたします。はい、すいません。他の人がまだ待っている中で、続けて発言して申し訳ありません。先ほどの発言が誤解を生んだかもしれないんですが、先ほどは私はですね、広域調達っていうことになったとすると、競争が機能する可能性は十分あるし、期待はしているけれど、確実に競争が働くとは思って、その決めつけるのはまずいっていうふうに言ったつもりでした。わかりました。つまりですね、現時点でもう競争なんて働くはずがないじゃないかいうふうに決めつけているとすれば、まさに、ご指摘のようなことを最初から考えればよかった、市場開くなんていうことを考えなきゃよかったということだと思うんですが、私自身は期待はしているし、そうなる可能性は十分あると思いますが、しかし、必ずそうなると決めつけるのはまずいのではないか、そういうつもりで言いました。以上です。わかりました。質問してよかったです。ありがとうございます。